ボンの MV は、その複雑なテーマとシンボルを通じて多くのメッセージを伝えています。迷路やエレベーター、紙芝居、ボン踊りといったシンボルは、それぞれが独自の意味を持ち、視聴者に深い考察を促します。ナンバーアンダーライン愛のボンというミュージックビデオ、MV は、リリース直後からファンの間で大きな話題となり、その魅力は音楽だけでなく、ビジュアルやストーリーテリングの面でも多くの人々を魅了しています。 この MV は従来の音楽ビデオの枠を超えたショートムービーのような仕上がりとなっており、視聴者を引き込む緻密なストーリーテリングとビジュアルの美しさが特徴です。MV の冒頭では、メンバーが迷路の中をさまよいながらエレベーターに乗り込むシーンがあり、このシーンは人生の迷いと選択を象徴しているかのようで、視聴者に深い印象を与えます。迷路のシーンは CG を駆使した美しい映像で表現され、 現実と幻想の境界が曖昧になるような感覚を覚えます。次に、古典的な紙芝居のシーンが登場し、現代のデジタル時代において失われつつある昔ながらの文化を思い起こさせます。紙芝居の後には盆踊りのシーンが続き、伝統と現代の融合が見事に描かれています。特に盆踊りのシーンは CG と実写を巧みに組み合わせたもので、視覚的に非常にインパクトがあります。 ボンの楽曲自体も非常に魅力的で、ナンバーアンダーライン愛のメンバーは楽曲の制作において強い情熱を持って取り組んでおり、その結果がこの MV に現れています。翔くんのパフォーマンスは MV の中でも特に際立っており、彼の表情や動きには楽曲に込められた感情が見事に表現されています。インスタライブでも見られるように。 彼の優しい一面と情熱的な一面が同時に垣間見える瞬間が多く、ファンからも高い評価を受けています。ボンの楽曲は様々なジャンルの要素が取り入れられており、聴くものを飽きさせません。楽しいリズムや切ないメロディーが入り混じり、一曲の中で多くの感情を呼び起こします。これにより、視聴者は何度も繰り返し MV を見たくなるのです。ボンの MV リリース後、 ファンからは多くの熱狂的な反応が寄せられました。SNS 上では視聴者が感じた感動や喜びが溢れています。ファンは YouTube やインスタライブを通じてボンの MV を楽しみ、その感想を SNS に投稿しています。最高すぎる、何度でも見たい、中毒性がある、など絶賛のコメントが多数見受けられます。特に将くんのインスタライブでの優しい一面がファンの心をつかみ、 多くの人々が感動しています。ボンの MV はただのエンターテイメントにとどまらず、現代の若者文化や伝統文化の再評価にもつながっています。紙芝居やボン踊りといった要素を取り入れることで、視聴者に日本の伝統文化への興味を喚起させています。ナンバーアンダーライン愛の新たな挑戦として、ボンの MV はその音楽的な多様性とビジュアルの美しさ、そして深いストーリーテリングにより、 多くの視聴者の心をつかみました。彼らは従来の音楽ビデオの枠を超え、視覚と聴覚の両方で楽しむことができる作品を生み出しました。これにより、彼らのファンベースはさらに広がり、音楽業界における彼らの位置づけも一層強固なものとなりました。ボンのミュージックビデオ MV は、視覚的な美しさと深いストーリーテリングが融合した作品であり、その内容をさらに詳しく分析することで、 ナンバーアンダーライン i 愛のアーティストとしての成熟度や創造性を理解することができます。この MV は複雑なテーマとシンボルを用いて視聴者に多層的なメッセージを伝えています。MV の冒頭ではメンバーが迷路の中をさまよいながらエレベーターに乗り込むシーンが描かれています。この迷路は人生の迷いや選択を象徴しており、エレベーターは次のステージや新たな機会への移行を示しています。 迷路のシーンは CG を駆使して作られており、その複雑な構造と美しいデザインが視覚的に強い印象を与えます。このシーンは視聴者に自分自身の人生の選択や進むべき道について考えるきっかけを提供します。次に登場するのは古典的な紙芝居のシーンです。このシーンは現代のデジタル時代において失われつつある昔ながらの文化を思い起こさせ、 視聴者にノスタルジックな感情を呼び起こします。紙芝居の物語はシンプルでありながら深いメッセージを持ち、視聴者に考える余地を与えます。また、紙芝居の後には盆踊りのシーンが続きます。盆踊りは日本の伝統的な夏祭りの一部であり、地域社会の絆や祖先への敬意を示す重要な文化的行事です。このシーンでは CG と実写が巧みに組み合わされており、 視覚的に非常にインパクトがあります。ボン踊りのシーンは伝統と現代の融合を象徴しており、視聴者に日本の豊かな文化遺産を再認識させるとともに、現代社会とのつながりを感じさせます。ボンの楽曲は様々なジャンルの要素が取り入れられており、聴くものを飽きさせません。楽しいリズムや切ないメロディーが入り混じり、一曲の中で多くの感情を呼び起こします。 特に翔くんのパフォーマンスは MV の中でも特に際立っており、彼の表情や動きには楽曲に込められた感情が見事に表現されています。彼の表情の変化やダンスの動きには楽曲のメッセージが強く反映されており、視聴者は彼のパフォーマンスを通じて楽曲の世界に引き込まれます。翔くんのインスタライブでも見られるように、彼の優しい一面と情熱的な一面が同時に垣間見える瞬間が多く、 ファンからも高い評価を受けています。MV 全体を通して、視覚と音楽が一体となった芸術作品として、ボンは完成度が非常に高く、多くの視聴者の心をつかんでいます。MV のリリース後、ファンからは多くの熱狂的な反応が寄せられ、SNS 上では視聴者が感じた感動や喜びが溢れています。ファンは YouTube やインスタライブを通じて、ボンの MV を楽しみ、 その感想を SNS に投稿しています。最高すぎる、何度でも見たい、中毒性がある、など、絶賛のコメントが多数見受けられます。特に将君のインスタライブでの優しい一面がファンの心をつかみ、多くの人々が感動しています。ボンの MV はただのエンターテイメントにとどまらず、現代の若者文化や伝統文化の再評価にもつながっています。紙芝居や盆踊りといった要素を取り入れることで、 視聴者に日本の伝統文化への興味を喚起させています。これにより、視聴者は日本の豊かな文化遺産に対する再認識を深め、現代社会における伝統の重要性を再評価する機会を得ることができます。ナンバーアンダーライン愛のメンバーがこのような文化的要素を取り入れることで、彼らの作品は単なるポップカルチャーの枠を超え、より深い社会的意義を持つものとなっています。 ボンの MV におけるもう一つの注目すべき点は、その色彩と映像美です。迷路や紙芝居、ボン踊りのシーンすべてが鮮やかな色彩で描かれており、視覚的な魅力が非常に高いです。特に、ボン踊りのシーンでは、伝統的な和装の華やかさと夏祭りの賑やかさが見事に表現されており、視聴者に強い印象を与えます。これらの映像美は、楽曲のリズムやメロディーと絶妙に調和しており、 視聴者は音楽と映像の両方を楽しむことができます。また、MV の中でのカメラワークも巧妙であり、視聴者の視線を自然に誘導するように設計されています。カメラの動きやアングルの変化は、楽曲のリズムや感情の変化に合わせており、視聴者はまるで物語の中に引き込まれるような感覚を味わいます。特に、翔くんのソロシーンやダンスパフォーマンスでは、カメラワークが彼の動きを強調し、 視聴者に彼の技術と表現力を強く印象づけます。